画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。さすがにサバしてね。いや、フラン3つ炊かれた後にさ。フラン3つの後に。このカラスの巣っていうマップが来たからさ。あれもしかしてキラーしてえかと思ったけど、さすがにそんなことなかったですね。大敵だな、明日というわけで、やっていきましょう。まあ、アップデート1週間近く、1週間以上かな。まあ、どちらかというと回復系パークとして、癒しの輪を、採用していたんですけど、ここ数日、セルフボタニーでやっております。やっぱね、便利っちゃ便利。ナーサいたのにとにかく見つからないことが大事。多分今の距離感だとカバーがないかな。カバナーがないナースはまだどうにかなるかもしれない。距離がついてるとね、ほんときついからね。さあ、メグが殴られる。タナとズサンタナとオバチャイラプションとか。わあ、飛んできた。やば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 。まずいが、追っては来ないか。固有周りに固めようって感じかな。でこういう展開だと割とこっち側に癒しの輪作ってとかありなんだけど、うん、まあ一長一短ありますね、セルフボタニー。やっぱ一番のデメリットはね、プレイグと当たった時に2枠腐っちゃうっていう、それがでかいかな。一番癒しの輪だとまあ1枠で済むんで、潰すのが3パーク自由なんだけど。セルフボタニーは2枠死ぬんでね。エドバイトが追われてるんだけど、デビキンが有能。こちら側1台直さないとね。よいしょ。でもここ直せればでかいのでは。ドワイトもデッハちゃんと決めてる。いや、これはいいぞ。久しぶりにナース相手にいい感じだ。これは隠密。OK。 いい引き継ぎだね。絆がなくても、まあ、2人で、ね、一緒にこう動いていればこうやってね、引き継ぎもできると。 OK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 。 ここ取れたのでかい。ここに1個、固有に1個、で向こうに1個、あと1個向こうかな。イラプションないっぽいか。ズサンタナとおばちゃまで見えてて、ドワイト。いやー、これ脱出したいな。
アプリ来てからの対ナースの脱出率ほんと低いんで、ナイス救助。で、おばちゃついてるんで離れすぎないね。ああ、ナイス回復。で、さっき私が回してたところ蹴らってなかったんで、まあ、回復してから戻っても大丈夫だと思う。いいね、セルフボタニーの強み出てる。セルフケアだけだとね、ずさんなにケアついてると1分ぐらいかかっちゃうんだけど、ボタニーつけることでまあ大体40秒弱かな。になってくれると。オッケー。こういう相手はね、やっぱ一個一個しっかり回復ですよ。まあ、完全に戻りきった。ナイスすぎる。あとは4人でこっち側にある3台をゴリ押すだけなんだけど、いけるか。有能持ちのデビキンがいるん でこれは絶対殴られないようにしとかないと。一定の距離を保ちつつで、4人残ってるんで、ナースといえど殴るか蹴るかの確率なんで。オッケーオッケー、ゴー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 。多分固有はもう捨ててよくて。あーっと、デビキンがどこ？向こうか。オーケーオーケー、今のかわしたのでかいよ。で、ドワイトも私もここらへん。待機場所が。待機場所が完全に被ってた。いや、回せるだけ回そう。担いでくれる。破壊可能壁壊してないから釣りまで時間かけられんか。釣りまで時間かけられるんだったらもう。ナイスナイスナイス、ドワイト。我々もあそこにかけよう。ああ、見張ってる。戻った戻った、戻ってない、戻ってない、まだ戻ってない。やっちゃった、やってしまいました。すまんドワイト。ちょ、一回ここで回復しよう。ここまでは追ってこないはずだ。いいね、サバイバーやってる時のこのヒヤヒヤ感たまらんよね。
まずいな。釣り位置によってはもう即抜きじゃないとまずいかも。そこか。よいしょ。完全な餅つき大会になってる。ナイス球場。追ってくる可能性は大いにあるかと思ったが、一回立て直すか。ドワイとかデッドハード持ってんだよな。いや、今メグ殴られたってことはメグがそこ回してくれてたってことで、蹴る。よいしょ。オッケー。んはあ、やべえ、投げえ。ナイス。戻って蹴るんだよね。うわー、だいぶ戻ってんな。回そう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 。回しきれるぜ我々なら。命を命を通して、命を落とせば回るはず。回らんか。え、メグの命が助かったんでまだチャンスはあるよ。当たるんか。ちょっと仕切り直すか。仕切り直しだな。あー、待て、今日1戦目だぞこれ。1戦目の重さじゃねえな。直していくよ私。ナースもね、多分ね、攻めどころを今見失ってる。あれ、メグ釣ってたら一人落としてたんだけど、発電機ついちゃったからね、あそこで戻ってきたのはすごく上手い人だと思う。発電機の管理が。反対側の発電機がどれぐらい回ってるのか分からんのよ。もう一個か。もう一個くで待とう。柱。これ
あえて真ん中押すか。真ん中を無視できない状況にすれば。いいのでは。いてえ。悪くないと思って。あのね、警戒すべき発電機が2個から3個に増えた方が絶対キラーの心理的なストレスが高いんで、いくらその3つ並んだうちの中間といえどね。ナイス、デビキン。デビキン落とそうとしたけど無理だったから戻ったって感じか。あ、血でもしてる。あ、やっとけと。 OK OK、 分かった。完全に無に帰した。9割以上回ってたんだけどな。激しい戦いだな。いやー、これは激しい。いやー、ドワイト泣いちゃ泣いちゃ。デビキン、そろそろ治療終わらんか。ボタニー持ってないな多分。釣り位置によっちゃやばいか。殴られないから。救助任せる。で、おばちゃんをうまく回させないために、あの、蹴ってから12秒以内に触ると。こいつをね、まあ、徹底していきたい。決して危険を犯す必要はなくて、やってれば回るんで。オッケーオッケー、これ有能のデリキンと一緒に回すのでかい。どまいどまい、頑張ろうぜ。オッケーオッケー、心音聞こえたら離れるで十分間に合うから、いいいいと思う。うん、殴られた方がちょっとやっぱずさんあるからしんどいね。ああ、ワイト、そいつはまずくねえか。これこっち来なかったな。ドワイト、そこでの治療はまずくない？いける？大胆だね。大胆すぎる。ボタニーあるん。OK。で、メグは多分反対側回してくれてると思う。反対側回してないとナースだって、ね、向こう行かないもん。3回し。いけるぞ。
ける、これはいける、これはつく、これはつくぞ。ナイスデビキン、ナイス有能だった。あーどうも、痛い。あー引っかかってた。いやー長かったな。いやこれはもう動画にしよう。で両方のゲート開く、ナイスすぎる救助。即抜きだよな時代は。いやでかい、カラスの巣とはいえナース相手に4逃げはでかい。みんなよう耐えた。結果4逃げできたね。いやーでかい。あカバナーついてたわ。カバナー付きから逃げれたのもう相当よ。もう誇っていいと思う。いくらカラスの巣とはいえ。いやー強いですな、おばちゃ。おばちゃ指声？あ、バグ治ったの？もしかして。これを苦がけしてると、あの、サバイバーが発電機触っても、あの、交代が止まらないっていうバグがあったんですけど、なんか見た感じなかったと思うんだけど。治ったってことでいいのかな？ちょっとね、パッチノートに書いてないからね、判別不可能なのよね。まあまあまあ、この、そうだよな。おばちゃだけであんな戻らんよな。このナースに勝てたんだったらもう上出来でしょう。というわけで、はい、耐久戦。まあ、4人残ってればどうにかなるっていう典型的な試合ではありましたね。はい。サバイバーの皆さんは、4人残った状態で発電機にしっかり回しましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。